グレートヘルムグレートヘルムは十字軍の活動を背景とした12世紀後半に生まれ14世紀までヨーロッパで使用された兜である。日本語においては大兜などとも訳される。最も単純な形のグレートヘルムは視界と通気のための小さな穴を開けた頭部を完全に覆うことのできる長部が平面の鋼の円筒であった。やがてこれが発達するにつれて 剣を滑らせるために表面を曲げたデザインになっていった。十字軍によって広く使用されたため、十字軍のカブトクルセガーヘルメッツと呼ばれることもあり、またほとんどのヨーロッパの軍隊の騎士や重装不評によっても用いられた。グレートヘルムは、それまでのカブトよりも優れた防御性能を持っていたが、視界の悪さだけはどうしようもならなかった。やがて、視界を妨げないように、 綿部を開閉できるよう長査外式の綿棒の付けられたバシネットにその座を取って代わられた。14世紀になるとグレートヘルムの下にもう一つヘルムを被ることがあった。これらはオームと呼ばれる。装飾を施された兜とその後の兜の大多数が、そうであったようにグレートヘルムにも装飾が施されていた。その特徴はなどである。ありがとうございます。